みなさんこんにちは西本京子のうつほ物語講座198回目です今日は菊の縁の巻の37回目正寄家の、えー、何和の原絵で、えー、男性たちが、えー、歌を昭和している場面の後半を読んでまいります、えー、なおあの。 先ほど、えー、YouTube の方を、えー、ちょっと、えー、見ましたら、えー、ちょうど8月28日に、えー、私が配信を開始したので、えー、記念日おめでとうという表示が出ていたんですね、えー、それで初めて気がつきまして数えてみましたら、えー、丸4年昨日で、えー、経っていたということになりました、えー、まあ最初は チャンネル登録者数3名から始まったわけですけれども、現在300名余りの方々にチャンネル登録をいただいております。心より感謝申し上げます。ま父として進みませんけれども、これからも続けて継続していきたいと思っております。全部終わるのはももししかしたらもう 10年以上先ということになってしまうかもしれませんがお付き合いいただけましたら大変嬉しいですまた今、台風10号が実にのろのろと進んでおりまして九州、それから中国地方の方の被害が拡大しているんだというようにニュースで盛んに報道されております。 私のおります関東地方でも夜に入りましてから時折、非常に強い雨足で雨が吹きつけるようになってまいりました皆様どうか安全を確保してお大事にお過ごしいただけましたらと思います。 はいそれでは今回のサムネイルに使っておりますお写真はこれは女性たちが紙のお手入れをしているそのような場面となります。で文字をどけますとこういった場面なんですね。で具体的にこれどういうふうに紙の手入れをしているかと申しますとこれここに実は付け毛をしておりまして。 エクステをつけていいるとそうった様子になってお、りますなお、か文字をどんな風につけるのかというようなことをもう少し詳しくご説明しておりますのが第162回の動画となっております。もしもご興味がおありでしたらそちらの方をご覧いただけましたらと思います。 それにしても3人集まっただけでこれだけ、まあ、床が、ね、ほとんど見えないぐらい衣装で覆われてしまうわけですからたくさん女房がお仕えしている場などではもう本当にほぼ衣で埋め尽くされるようなぎゅうぎゅうぶりだったんだろうなという感じがいたしますね。はい。 えでは資料はいつものように説明欄えつまりえ概要欄からダウンロードできますのでどうぞご利用ください。またこの講座で使用している本文は小学館新編日本古典文学全集の「うつほ物語」に依拠しております。はい。 えそれではいつものようにまず本文の読みから入りたいと思います、えー、前回はえ正頼をはじめとしてえ式部教の宮中司の宮というようにえ6人え男性がえ昭和したところまで読んだわけでしたで続きましてえまあ 7, 7種目8種目9種目というようにえ見ていくことになります とうさい松原に潮の蜜をう潮の蜜を深緑道ひてそむる裏の松いずれの潮に色まさる蘭げんさいし波の清いて村鳥の立に浜千チ鳥友を連ねて立ちぬるはよるよる波の打てばなりけりげ中条 帰る狩りの飛ぶ影をつ潮に見たまいて帰るともまだ白雲に飛ぶ狩りを今朝こそ潮の道形に見れなど言いて御もけしたる国々の司どもに女の装いさては桜色の細長袴などたまわせて面白きところどころに見ぬところなく見て帰りたまいぬ」。 かくてまた東宮よりは「いつとなけれど日頃はいとどおぼつかなくなん思うゆるかな」とてなん「松ならでおいずもあるかな住吉の岸風ごとに思うものから」と聞こえたまえり「あてみや」「波こゆる松は枯れつつ住吉は忘れ草のみおうとこそ聞け」と聞こえたもう。 章鴨に藻でたまいて忌みじき大眼を申したもうにもなお悲しゅう覚えたまいければ宮城より「妹を着て鴨の城にまず来ても血なる涙を絵こそとどめね」りなし。はい、えー、では次に、えー、ま語句を確認しながら意味をとってまいりたいと思います。 当最小、松原に牛尾の三をということで、この当最小というのは藤原の直政、右大臣藤原の忠政の息子ということになります。正頼の三の君の婿なわけですね。で彼,の歌彼は、えー、まあ松原に、えー、まあ松が 並んでいる立ち並んでいるそういった浜辺に塩が満ちてくるのを見て「深緑」「満ちして染むる裏の松」「いずれの潮に色まさる乱と読んだわけです。この「深緑」の歌ですねこれは実は周囲和歌集の伊勢の歌を踏まえています。でその歌はとと、言いますと え「海にのみ、非地たる松の深緑、幾く潮とかはしるべかるらん」というそういった歌なんですね。でえ、これは裏に生えている松の緑をえ染料に浸して染めたものというように見立てているわけです。えここのののいずれの潮2のところはえ、まあ 第一義としては道潮引き潮の「潮」なんですけれどもそれ以外に前回も出ましたが染め物をするときに「一潮二潮」というように染料に浸す回数を数える助数詞を「潮」というわけです。そのの意味もかけて松が 染染料にに浸されれててててめ上げられて緑なのだといいう,ふうに見立てているわけですね。そして、えー、この、えー、伊勢の歌の意味はと言いますと、えー、ひたすら海の水に浸っている松の枝の深い緑の色は幾度塩水で染めたかわからないほど色鮮やかなことですという、えー、そういった意味になるわけです。 えそしてえこの歌を踏まえ,踏まえて、え直馬さんは歌を読んでいるわけですね。えそしてまあ直馬の場合には、えまあこのえ松の深緑はえ満ち塩引き塩でえ、まあ、染められているわけなんですけれども、いずれの塩に色まわる乱というのは、えまあ塩で 色が混ざってどんどん深く鮮やかに染められたんだろうけれどもでも引き塩とみき満ち塩のどちらで染められたんだろうかというように言っていることになりますえつまり一種全体の意味としては塩の満ち引きで深緑に染められた松の木は、えー 満ち潮と引き潮のどちらによって染め上げられたのでしょうか？というような意味合いになります。え、そしてまた現宰相ですねえ。この続いての歌は現宰相をえー、まあ、源の実忠ですね。でえ、実忠は左大臣源の末、彰の三男坊です。で、この実忠が波の清いて。て 鳥の立つにというように、えー、波に競うように波が立つのに競うように鳥の群れが、えー、飛び立ったのをご覧になって歌を詠んだと言います。でその歌は「浜千鳥友を連ねて立ちぬるは夜夜波の打てばなりけり」の歌でした。 この「夜夜波の打てばなりけり」の「夜夜」のところはこれは「波が夜夜」とそれから「毎よ毎よ」の「夜夜」の意味「夜夜」の意味をかけているわけです。そして「神前集の討中は参考歌として五千和歌集のこの歌を挙げております。白波の 夜よる岸に立ち寄りて根も見し者を住吉の待つというような歌ですね。えこの歌はえ女が会ってくれないのでえ読んだ歌ということにえ言葉書きがねこのように女の会わずはべりけるにというふうについておりましてえ全体歌の意味としては「舞よ舞よ立ち寄って共に寝ることまでしたのに夫婦になるべきあなたは あってくださらないことだというような意味になります。えで、マ、まあ、サネタの歌はえこれはえ男女のえ関係をえまあ、読んだ歌ではありませんので、えですからえこの夜夜のえ部分からえまあことさらにねえ五千和歌集の歌をえどうしても 意識しなくてはいけないというわけではないんですけれどもえでもおそらくえ神前衆がえこの歌を参考として挙げているのは実忠には実忠、まあ、はえ相変わらずアテミアにえ、まあ、相手にしてもらえていないわけですのでね、まあ、前回は歌をもらっ歌を返してもらってはいましたけれどもえでもえ全くえ、まあ、脈はないのでえだから この五泉州の歌も意識できるのかもしれないというような意味合いで弾かれているものと思われます。で直政は松原に潮の蜜を見てつまり松原に潮が満ちてくるのを見て歌を詠んだとありましたけれどもその松原がどういったものかといいますとこのような漢字。 ですね。こちらの写真は福井県鶴ヶ市のケヒの松原と呼ばれる名称地です古くからの名称地なんですねこんな風に見事な砂浜とそれから松が並んでいると続いているということになります はい、それからこれはこちらは歌川広重が描きました静岡県静岡市の三保の松原の方ですね。こちらまこんな風にやはり浜辺に沿って松が並んでいるということになります。こんな風に並んでいる様を前回はさねただがまあ向こう岸たちがま船の世界に 並んで自分の妻たちとやりとりをしている様をこの松が並んでいる様に見立てていたわけですね。はい。そしてこちらがハマチ鳥です。えー、まあムラ鳥が飛び立ったのでサネタダが ハマチドリは、まあ、1羽や2羽でいる時もあるんですけれどもこんなふうにえ群れている時も多いわけですね。えー、で波があんまり近くまで、えー、ザバンとえ時折強い波が来たりするとバ,バババババッと、えーまあ、一斉に飛び立つというようなことになると思われます。はい では続きまして今度は源のりは左大臣末明の息子で実忠のお兄さんだけれども官位は実忠の方が優秀なので弟の実忠の方が上の官位なわけですね。で実りはすでに正頼死の君の婿に迎えられています。 でその実りが読んで言うことには、まあ、弟が読んだのでそれを受けてお兄さんが読んだという感じでしょうか、えー、読んだ歌は、えー、あ読んだ歌はというか、えーまあ、帰る狩りの飛ぶ影を三つ塩に見たまいてということで、えーまあ、実りの方は、えー、北へと帰っていく狩りですね帰る狩りというのは、えーまあ、こういった 言い方がありまして春になって鍛え替える狩りのことを「帰る狩り」というふうに言っているわけですねそういった言い方が定着しているわけですでその鍛え帰える狩りが飛んでいく影これはっきりとはやっぱり見えないんでしょうね空の高いところを飛んでいるからそういったシルエットを見て 歌を読むわけですけれども「みつにみたまいて」というのはちょうど歌の方からまあ歌の方からまあ意味を取りますと潮が満ちてくる頃合いにそういった時間帯に鍛え替えていく狩りの姿というのをちょうどご覧になったわけですね。 それで読んだ歌が「帰るともまだ白,白雲に飛ぶ狩りを今朝こそ潮の道形に見れ」という歌で,す歌でした、えー、この「帰るともまだ白雲」の「えー、白雲は」は、えー、これは、えー、白い雲、えー、白雲とそれから「知らない」の「えー、白を」を、えー、かけているわけですね、えー、だだ、から、えー、まだ え北にえもう狩りがえ北,、ね、北に帰るえような時分時期になっているということはえまだ知らなかったというのとそれから「白雲に飛ぶ狩り」というように続いていくわけですね。でえまだえ狩りが帰る時分だなんて気が付かなかったんだけれどもえでもえ、まあ、潮の道型えこの道型 は道型の「型」というのは夕方朝方とかと一緒で時間的に大体その頃というような意味合いを表す語句ですですので潮が今朝潮が満ちる頃に飛ぶ狩りを白雲に飛ぶ狩りを見てもう狩りが北に帰る時期なんだと。 いうことを知りましたというような意味合いになりますで、えー、しかもですねそれだけではなくて潮が満ちたということは船を出すのに良い時間帯になったということでもありますね えですからえ、まあ、かっこでくくって案にえ潮も満ちたことですし私たちもそろそろ「北に着く頃ですね」とえここを立つ頃ですねというようなえニュアンスがえ込められているのだろうと思われます。というのもえその後にえ、まあ、帰ったというようなことが語られているからですね。えなどを言って 恩蒙けしたる国々の司さどもに女のよそい、さては桜色の細長袴などたまわせてというふうにあります。この恩蒙けしたる国々の司さどもというのは、まあ七十七ページにですね、正より一行がやってくる前に機内 山陽道、えー、南海道の図領土も集いておわ,しばすおわしますべきところをよろずの御儲けをして待ちさぶらうにというように正頼一行のために、えー、何速の方の、ね、準備を、えーまあ、万端に、えー、整えて待ち受けていた、えー、そういったご奉仕をした、えー、国々の司、えー、地方の、えー 官人ということになりますけれどもこの場合は頭領たちということになるんでしょうねえそういった人たちに、えー、六、ご褒美をあげるわけですで、あげたのは女の装い、えー、よそい、えー、これは女装束と呼ばれるものでからぎぬと元袴を一組として、えー、六として与えるものですね それからさては桜色の細長の「さては」というのはこれはその他にとか「また」という意味合いになります。ですからこの女装束に加えてさらに桜色の細長桜色というのは春の重ね色目の一つで、まあ、表裏で言えば裏が赤鼻色の赤。 えそして表が白ということになります。えそうしたえ色合いの細長というえ、まあ、成人貴族女性が普段着としてえ小内着のえ上に着用する衣装えこれをえ、まあ上げたんだとえ取らせたというかえ、まあ、お与えになったという そういったことになりますですがこれ女装束だけでもかなり豪華な6なんですけれどもそれだけではなくって太っ腹にも細長とかそれから袴などもあげた与えたというようなことになります。 えそして面白きところどころに見ぬところなく見て帰りたまえぬというようにえ、まあね、集まっていた頭領たちにそうやってえもう惜しみなくえ褒美を与えてえそして出発してえ帰,る帰る時にも行きも帰りもえ、まあ、え非常にえ風情があるところどころすべてを見尽くして。 え、そうしてお帰りになりましたということになります。はい、えで、えこちらがまあカリです。えカリはえまあ群れでね、えこんな風にくの字型にえ飛ぶことがえー、まあ多いんですけれども、えこれを眼光というようにえまあ表現したりするわけですね。はい、えそれからえこちらは重ね色目の 桜重ねです、えー、このこれですすこれね桜重ね桜はこちら、えー、表が白で裏が赤花ということになります。で薄花桜重ねというのもありまして、えー、その場合にはね、えー、表白で裏は淡い紅ない色というようなことになります。えー、また、えー、このつ犬の五 重ねのグラデーションとしての色目ですねこの場合には桜重ねはこのようなグラデーションになることになります一番上が白でそしてその下はまあ紅色なんですけれども濃い紅色からどんどん薄い紅色になって最終的には白になるというこのような重ね方ということになります。 はいえ、そしてこちらが細長という衣装ですねえかなり特徴的なえ裾が細くえ、まあ、分かれているえそのような装束ですはいえ、では続きを読んでまいりますこれはまたいっ、まあ、一旦ね先ほどでなにわの上司の払えは終わったわけですそしてこちらは、えまあ えー、都に帰ってきてきからととといいうようよななことになるかか思いますかくてまた、東宮よりは、いつとなけれど、日頃はいとどおぼつかなくなん思うゆるかな、とてなんということで、えー、東宮からまたお歌があったわけですね。あてみアにです、えー。そして、いつとなけれどの、えー、このいつとなしというのは、 いつまでもそうしているとか常にそうであるというような意味合いになります。ですからこの場合には東宮がいつもあなたを恋しく思っているけれどというように言っていることになりますね。でいつも恋しいんだけれどもでも日頃はいとどおぼつかなくなんということでこの頃は特におぼつかない。 これはおぼつかなしでもどかしい不安だというような意味になりますのでここはこの頃は一層じれったく不安に思われることですとまあまあ時代が近づけば近づくほどねじれったくなったりするんでしょうねそんな風に言葉で書いてから歌が書きつけてあるわけです。待つならで お出雲あるかな住吉の岸風ごとに思うものからというこの松には植物の松とそれから町ぼう家の松がかけられているわけですね。そしてこの松はこの住吉が読み込まれていることで出てきているわけです。でこののの吉というのは場所の 意味でもありますけれどもそこに、えーまあ、住みよいという意味合いをかけて用いることが多いんだというようなことを前回お話しいたしました。えー、で全体の意味と、えー、しましては、えー、これは、えー、住吉の岸風ごとにということで、えー、住吉の岸から風が吹いてくるたびに、えー、まあ 「住みよい」というあなたとの生活を思い描くというのがこの「思う」ということになりますね。のだけれどもでも住吉に「待つ」ばかりが生えているように「待つ」以外は生えないつまりは私は「待つ」ばかりであると。 そういういなな読み方ににりります。ちょっとわかりにくかっとかかくたですねで。歌の意味全体としては住吉の岸か,から風が吹いてくるたびに住みよいあなたとの生活を思い描いておりますけれどもでも住吉に待つばかりが生えているように私も待つばかりなことですよというふうに訴えたわけですねですから、えー、これはどうでしょうね もしかしたらまだアテミアは都についていないというような段階なの、まあ、状況なのかもしれないですね。まあ、こんな歌が届いたのでアテミアは「波子ゆる松は枯れつつ住吉は忘れ草のみ追うとこそ聞け」というふうに切り返したわけですね。でこのアテミアの歌というのは実は2種の古今集歌を踏まえています。 スライドを移しますねで「えー、波子ゆるね」ねの部分は、えー「君を起きてあだし心を我が持たば末の松山波も越えなんという有名な歌ですね。えー、この歌の、えー、意味はあなたを差し置いて、えー、もし私が他の人に心を移すような、えー、ことがあったならば、えー、波が消して え越えないと言われている末の松山をえ波が越えることでしょうと、えまあ、つまり絶対ないであろう末の松山が波をえ末の松山を波が越えてしまうというぐらい私がえまあ、心変わりをするなんてことはありえませんよという歌なんですね。ですから。えー 松を波が越えたというのは、男の人が心変わりをしたというような意味合いに、この歌によってなるわけです。そして、まあ歌の後半には、住吉が忘れ草と共に読まれているわけですけれども、住吉と天は継ぐとも長い砂、人忘れ草追うというなりというまあ古今歌を踏まえています。 でえー、歌の意味は「住吉が住みよい」と漁師が言ったとしても長居をしてはいけません。えー、なぜなら、えー「住吉には人を忘れさせるという忘れ草が生えているそうですからね」というふうに、えー、言っているわけですね。えー、ですから、えー、住吉 は忘れ草のみ覆うとこそ聞けというのは住吉には忘れ草ばっかり生えていると聞いていますという意味合いになります全体の意味としましてはね、アテミアは、えー、待っているとおっしゃるその松の木は浮気心の波が越えたために枯れてしまっているそうですねと え枯れつつということですからえ今まさにそういった状態にあるとえ継続しているということになりますねえそしてまたえ住みよいとおっしゃるえ住吉にも忘れ草ばかりが生い茂っていると聞いていますとあなたなんてあてになるもんですかというような言い方になりますね、まあ、こんなふうにえ、まあ、お返事なさいましたということです。 はい、えー、忘れ草について、えー、まあ、補足するのを忘れましたので、えー、ここでお話ししますが、えー、忘れ草は、えー、まあ、肝臓と、えー、呼ばれている植物の、えー、古い名前なわけですねで、心のうさを忘れる草とされましたで、えー、この忘れ草はスミノエ 墨吉とともに読まれることが多い形物なんですけれどもえこれは実は「万葉集」では「いとまあらばひりいにいかん墨吉の騎士によるという恋忘れがい」とかえそれから墨吉に行くという道に気の見し恋忘れがいことにしありけりというように読まれている「忘れがい」 というものが平安時代になっていつしか忘れ草に入れ替わったものだというふうに言われているようですで、この万葉集の歌の意味もちょっとお話しておきますと糸とまあらばの歌はこれは暇があったら拾いに移行こう住吉の岸に寄ってくるという 恋忘れ貝をという意味になりますしえ次の「住吉に行く」という歌はえこれはえ「住吉に行く」という道で昨日見つけた恋忘れ貝はえ名前ばかりでしたとえつまり恋を忘れることなんてできませんでしたよというえそういった歌になります。はい、ね、えこちらが 忘れ草なわけですユ、ね、リの,、えー、のようなお花ですけれども、えー、これ予想外だったんですね私、えー。なんとなく「忘れ草」と言われると、えー、この下に小さく出ています「忘れな草」の方をねちょっと、えーまあ、思い出してしまうので、えー、それで、えー、なんとなくこういった草花でかれんな感じのものなのかなというふうに思ってしまうんですけどいつも、えー。だけれども。 かなり派手な、えー、まあ、こういった植物ということになりますね。はい、えー、では続きです。元歳少鴨に毛でたまいてということで、えー、また場面が変わりましたね。えー、源の三田だです。三田だがカ鴨、えー、つまり鴨神社に参詣しているわけです。 この鴨神社というのは、えー、都を、えーまあ、守る神様と、えー、されていまして、えー、京都市、えー、北区上鴨の、えー、鴨分けかず神社と、えー、それから、えー、左京区下鴨の、えー、鴨三親神社。 通称、こちらは下鴨、先ほどのは上鴨ですね。これを2つ合わせて、鴨神社というふうに言うわけです。この鴨神社に参詣して、意味じき対岸を申したもこの対岸というのは大きな願いということですね。は山のの東麓ににある神社も 思いなしたまえということでアテミアへの恋の成就を祈願していたわけですそれに続いて鴨神社にも大規模な大掛かりなま祈願をしたということになりますねですからたくさんのま願いが叶った暁にはね、盛大な願ほどきをしますという誓いを立てて えーまあ、お願い事をしたということになりますねえこの「対岸」というのはですねえ、まあ、本来の、えーまあ、意味ですと、えー、釈迦がですね、えー、全ての首相を、えー、救済するという大きな願いを、えー、立てたのを対岸というんですけどねだけれどもそういった、えーまあ、広い慈愛から、えー、出てくる対、えーまあ ものではなくてタドの場合にはごくごく自分本位な願い事を立てているということになりますね。そしてそのような対岸を立ててみたもののなお悲しゅう覚えたまいければとやはり悲しく思えたのでこのカモシャからアテミアに歌を送ります。今を起きて 鴨の屋代にまず来ても「血なる涙をえこそとどめね」という歌ですね。で、えー、この「い、え、も、ー」というのは妹のことを「い、え、も、ー」という場合ももちろんあるんですけれどもここの場合には男性が女性を親しんで言う言葉で主に妻や恋人を指すわけですね。 ですからサネタダの場合には、えー、ここでアテニアのことを言っています、えー、あなたを恋しい、えー、あなた恋しい女性を残して、えー、何はともあれまずは鴨神社に願掛けにやってきましたと、えー、まず来てものところが何はともあれまずということになるわけですねですからひょっとしたらアテニア一行たちは、えー、まだ えー、あっちによりこっちにより、えー、しているけれども実忠、えー、の場合は一足先に、えー、帰ってきて、えー、そして、えーまあ、遺産で、えー、鴨茂神社に願、えー、立てに来たというようなことも考えられるかもしれませんね。 でも、そうやって願掛けにやってきてもやはり、えー、血なる涙を絵こそとどめねということで私が、えー、辛さのあまり流す血の涙を止めることはできませんというように訴えたわけなんですけれどもでも恩返りなしということでアテミアからのお返事はなかったわけですね。はい、で、えーまあ、鴨神社の。 位置ですけれども、ここが現在の,、ね、これ現在の地図ですので現在の京都御所ここが京都駅ですね京都駅京都御所そして京都御所の少し北東側に下鴨神社がありましてでこの下鴨神社を川に沿ってさらに遡っていくと上鴨神社があるというようなことになります。 で京都御所は今ここなんですけれども、えー、まあ代理平安時代の代理はもうちょっと二条城ここ、ね、に寄った方にあるというようなことになりますね。でこちらが下鴨神社です。鴨の御親神社で,す、ね、では注釈に移ります。 なにわの腹らの英歌群をちょっと外観してみたいと思います。ま、え、さ、ー、より一家のなにの腹絵で読まれた、えー、歌の、えー、歌群を外観してみましょう。えー、なお、なにの腹らの直前には、さねただ一家の悲劇、えー、つまりさねただが戻ってこなくなってしまって、まさこ君が、えー、特に悲観してどんどん衰弱してしまった。 そして亡くなったわけですが亡くなった後に政子君の死を悼む、えー、実忠の、えー、北の方が、えー、当時としては、えー、珍しい長歌を読みましたというようなことが、えー、この「なにわの払い」の直前に語られていたわけですね。えー、そして「なにわの払い」に入りましてまず「女君たちの和歌」がありました。 えー、大宮、えー、自住殿テミヤが「ぶり柳」を見て、えー、歌を読み交わして、えー、その後で今度は「流す」とか「密」という、えー、場所に行き着いた時に「えー、五の君」や「中の君」えー、などの、えー、他の女君たちが歌を読みましたという記述がありました。 そしてそこから贈答家に移りまして、えー、東宮からアテミアに歌があってアテミアが変化したわけですね。それから少し、えー、まあ立ちまして今度は中忠が、えーまあ、この港でね払いをするというような段階になって、えーまあ、中忠がアテミアに歌を送ってアテミアから変化が あったわけですえこの、えー、東宮の歌の後では、えー、説明が入りましてねアテみア正頼一行の船団、えー、が浪速に到着して、えーまあ、準備万端整えていた頭領たちが、えー、それをお迎えした、えー、そして払えを行ったという記述があった後に、えー、田田とに中だと涼氏がアテミアに 歌と贈り物を送って、そしてそれぞれ変化をもらったというような場面がありました。で、この書き方から見て、中田ただと鈴氏はこの払いに同行していないんだろうなというふうに思われます。この二人はまだね、身内では、後には身内になりますが、まだ身内ではないので同行していないんだろうなというふうに思うわけです。 で,ですから、えっとなりますとこのえ東宮と中忠と涼しの歌というのは、えー、都から送られてきた歌の並びというようなことになりそうです。で対しまして、えー、この後ですね、えー、この実忠が、えーまあ、この一行に参加しておりますで実忠の場合には親戚だから参加しているということになりますね。えー、そして、 同行してみそぎの様子を見て特に正頼家の婿君たちが正頼家の姫君である妻たちにいろいろと近づいてやり取りをしているのを見て羨ましく思って自分も当て宮に歌を送ってこの時には変化をもらえました。 それからでもその変化が、えー、まあちょっとね、えーまあ、かわすような歌だったので今度は「木の君にあなたを頼りにしてるんです」というような歌を送って返事をもらったということになりますね。でそれに続きまして今度は夜になって。 えまあ、還元が始まるという場面になると正頼、えー、をはじめとする男性たちが、えー、歌を昭和していくわけですね。よいしょこうですね。えー、そして、えー、ここで、えー、今度は、えー、実忠がねやはり入り込んでるということになります。で、えー、その後に、えー、もう浪速を出発、えー、した。 という記述の後に、えー、贈答歌がまた入りまして、えー、まずは、えー、東宮からアテミアへの歌があって返事がありました。で、えー、続いて源の実忠も「えー、鴨」から、えー、歌を送りましたけれどもこれにはアテミアは変化をしませんでしたというような流れになっているわけです。はい でえこのように見てきますとすぐに気づくと思うんですが、えー、男性たちの歌ですねこの部分ですねまあここからここら辺まで、えー、見てみましょうか、えー、そうしますと男性たちそれぞれ、えー、東宮は別にして一首ずつ歌を読んでいるのに対して実ただけが、えーまあ、この4回歌が出てくるんですね。 1>, 1、2、まあ、これは目の身ですけどね相手が、えー、それからここにもありますしここにもあるという感じですね。でこれがなぜなのかと言いますと実忠、えーまあ、一家については先ほど触れましたようにすでに、まあ、サゴギミの死が語られているわけですけれども実は、えー、この「何にの腹へ」の後に続く部分ではさらに「 滋賀に陰生した実忠の北の方と娘の袖気味が実忠、えー、と接触する偶然接触するという場面が描かれるわけなんですね。でそもそもこの「菊の宴の巻」の後半というのはアテミ宮時代に求、ね、婚者たちはみんな収拾狼狽してはいるんですけれどもその中でも特に えー、源の実忠に焦点を当てて、えーまあ、しかも、えー、この家庭悲劇にまで発展しているということを描いていっているわけですね。でこんなふうに、えー、いわばただが 展開されていく部分ですのでサネタダタンの間に挟み込まれた形になっている何話の払いにおいてもサネタダの存在,感存在感が大きくなっているということなんだろうと思いますでいわばサネタダはこの部分限定ですけれどもまあ、ちょっとね、男主人公的な扱いになってスポットライトが 当てられがちになっているというように言えるんだろうなと思いますはい、えー、では本日の動画は以上となりますご覧いただきありがとうございました次の配信は9月5日の木曜日です、えー、次の場面はですね宇大将藤原の金政、えー、これは中田田のお父さん、えー、つまりは えまあ、アテミアに匹敵するほどあるいはそれを超えるほどの美しさを持つ年影の娘の夫ですねえこの人がえアテミアを手に入れられないえことを悲嘆して一生懸命え恋の成就祈願をしつつアテミアに働きかけるというそういった場面を読んでまいります。 こちら最後のお写真はこれは私が実際に行って撮ってきた写真で下鴨神社の水みくじですねこんな風うに流れにおみくじを浮かべると水に浸すとおみくじの文字が浮き出てくるそういったおみくじが下鴨神社にはあるわけです。それではは 以上となります。どうか皆さん、えー、十分お気をつけてお過ごしください。それではまた。